ネチネチと嫌味ばかりの留めに、とうとう堪忍袋の糸口を切らせてしまいました。正月に夫の実家に帰省した際のこと、たまたま義弟夫の弟から携帯電話にかかってきたので、電話に出て相手を確認したところで席を外して通話を続けた。でも留めには相手の声が男性だということは聞こえたらしい。私が席を外すと、他に男でも作ってんじゃないかなどと、すかさず夫に嘘800を吹き込み始めた。通話の途中で隣室から聞こえてきた夫の声で、そのやりとりに気がついて、たまらず隣室に乱入して迷ってみた。お母様、なんてことをおっしゃるんですか。すかさず切り返すとめ、結婚しても仕事を辞めないなんて、職場で不倫を、ああたらこうたら。まあ、私が、ちょっと気弱な感じで応答したから、調子に乗ったんだろう。あんたみたいなろくでなしいびり出してやるから、とまで言い出した。そこで切り札を出してみた。そんなに疑うなら、かかってきた電話をまだ切っていないから、話してみてください。義弟くんです。ふつつかな嫁は、義弟との電話を切らないまま、乱入してしまったよ。偶然、私の友人と恋愛中の義弟くん。彼女を実家に紹介しようかどうかという相談で、私に電話してきてた。母さんがそんなじゃ、彼女を会わせられない。僕は、彼女を守るために、母さんとは縁を切らないとな。と、可愛い息子に嘆かれて、目を白黒させてました。ざまみろ。夫は私の味方になってくれていて、普段から留めを締めてくれてます。義実家にも正月に顔を出す程度でいいと言ってくれてるし、もちろん泊まったりはしません。今住んでいるところから私の実家に行く途中に義実家がある、正確には寄り道程度ので、実家への挨拶途中に顔を出した程度でしか付き合いはないです。そうやって、夫が私をかばってくれるのが、なおさら、留めには気に入らないらしく。私も黙って言われっぱなしではないので、電話とつもないし、平穏無事に暮らしてます。今回は、たまたま、私の友人の将来もかかっていたことなので、ちょっとやりすぎかなと思いつつ、しでかしちゃいました。夫も義弟くんも、その辺のことは、わかってくれてます。私が、きつめのことをやって、夫が留めを叱りつつ、かといって追い詰めすぎないようにほどほどに、フォローしてくれるんじゃないかな。義弟くんも、いい機会だから、後でうだうだ言われないように、最初に一発かましておけ。というような考えだったそうです。